2番大地守君の発言をお許しします。2番大地守君。2番会派ええとこ高島の大地守でございます。私は一般質問で最後のバッターでございます。三振するかホームランを打つかは別でございますけど、どうぞ最後の、50分ですね、どうぞよろしくお願いいたします。質問に入らさせていただく前に、私はもう最後でございますので、申し上げます。福井市長誠におめでとうございます。ご当選おめでとうございます。私も皆さんからのご支持をいただきまして、当選させていただくことができ、またこの場に立つことができました。本当にありがとうございます。市民の皆さんの負託にお応えすべく全身全霊、身を粉にして精進してまいる決意であります。それでは、何ですか、先に通告いたしております質問2項目について、質問をさせていただきます。まず最初に、質問番号1番です。福井市政における、観光振興、振興策を正すでございます。私はこの度の選挙戦を通じまして、高島のセールスマンとして大いに高島市を内外にアピールし、地域に元気をもたらし、誰もが住んでよかった、住んでみたい、町にしたい旨を掲げてまいりました。私は過去1期4年間において観光振興による地域経済の波及効果は市内の産業を活性化させ、高島市を元気にさせる源であると常々申し上げてきたところであります。ご承知の通り、観光産業は世界的に見て成長性の非常に高い産業であり、また経済波及効果のその広い産業であることから、21世紀の我が国の有力な成長産業の一つとして、期待を集めているところでございます。23年度の国の統計を見ますと、その経済効果は旅行消費額で約 23.8 兆円と、雇用創出効果で229万人、その波及効果を含めた、雇用創出効果は424万人となっております。滋賀県におきましても、23年度の、いわゆる経済効果は1331億円でございます。雇用では1万7000人を出しているという数計が出ております。こうした状況を見ますときに、高島市の観光産業の実態はどうなのかと。近年市内への観光入り込み客数が増加傾向にあると聞き及んでおりますが、その波及効果は定数的に分析してどうなのかと、市内の産業の活性化への効果としての視点で担当部局の見解を以下6点についてお尋ねしたいと思います。一つ目が、過去4年間の市内への観光入り込み客数について、日帰り宿泊者数ごとにその推移についてお示しをいただきたい。また県下13市6町の中での高島市の入り込み客数の位置づけの実態につきましても併せてお願いをお伺いをいたします。二つ目、これは入り込み客数に伴う経済波及効果について、一人当たりの日帰り宿泊客の客単価をもとに、市内における経済効果を金額でお示しをいただきたいと。積算にあたりましては、国やあるいは県旅行業者が示す基準単価でお願いをしたいと思います。3番目、特に平成23年度には NHK 大河ドラマ後姫たちの戦国が放映されるにあたり、私は全国各地より高島への誘客を図るための絶好の機会であると種々ご提案をさせていただきましたが、豪による経済波及効果はどうであったのかと、高島市における波及効果として数的にどのように反映されたのか、金額でお示しをいただきたい。4つ目に、高島市の観光振興について県下13市
市六町の中で担当部局として特筆すべきものは何であるかと、何であるかとお考えなのか、現状と課題を踏まえて見解を伺います。5つ目市長の施政方針の中、地域別の課題の中で特に高島地域では景観の保全に合わせ観光振興を展開するとありますが、そうした市長の施政方針に対する担当部長の考えを伺います。6つ目なぜ高島地域だけが観光振興を特許されたのか、他の牧野、今津、新野菜、朽木、アドバーの各地域の観光振興についてはどうなのか、この点につきましても担当部長の見解を伺います。以上、これまで4年間繰り返し高島市における観光振興策について趣旨提案を申し上げ、市公務の皆さんとともに議論を交わしてまいりましたが、今回市長が変わられまして高島市の観光振興はどうなるのか、市内における観光振興に関わっていただいております市民の皆さんからの声もございます。そうした声に真摯に答えていただきたいと存じます。担当部長としての簡潔明瞭なる答弁をお願いして質問をといたします。2つ目の質問でございます。どこ行ったかな、これ質問番号2番で、高島市の公共交通デマンドタクシーを探すでございます。23年4月より、高島市の公共交通体系の見直しがされ本格運行をしてから早2年近くが経ちます。住民の利便を確保するとともに経費削減という大きな課題に対して市民、地域、交通事業者、行政が一体となって、公共交通の維持活性化に取り組み、今日まで今日まで努力されてきたことにつきましては一定評価をさせていただきます。私は新たな公共交通デマンドタクシーの運行については試験運行、実証運行をしながら市民の多くの意見、声を聞きながら見直しを図り、より良い高島市の新公共交通体系にするべきとこれまで提案をしてまいりました。しかしながら高島市は実証運行よりも先に本格運行をされたわけでございます。その一つとして交通空白地域の解消として今津西線の新規バス路線の設定、また新公共交通システムのデマンドタクシーの導入につきましては2通りのシステムを採用されました。その一つが牧野高島地域における借り上げタクシーでもって定時定路線運行を行い、予約制を足らずに空車でも時間通りの運行しバス停で乗降する方法の一つ、もう一つは同じデマンドでも今津新野菜アドバー地域については乗り合いタクシーを持ってデマンド運行を行い、定時定路線運行でバス停より乗車するので、これはほとんど一緒です。予約を原則として、ここのですね、予約を原則としておりますけれども、予約のない場合は一種の分と牧野高島とは違いまして、運行しないというデマンドです。利用者にとってみて、市民にとってみて、一体どのような仕組みの公共交通なのか、デマンドタクシーなのか、ほとんど分かっていらっしゃらないんじゃないかということで、担当部局に4点についてお伺いをいたします。一つ、利用状況から見て大きく乗客の減少が見られる路線がございます。23年度のデマンドタクシー路線およびコミュニティバス等の利用実態、収支状況について伺います。2つ目に、導入されて2年近くになりますが、利用者の声、意見をどのような方法で反映されてこられたのか、その実情と課題について伺います。3番目、デマンドタクシー導入における減少に対して導入当初の目的に沿った運行がなされているのか、改めて伺います。4番目に、25年度に高島市の公共交通の見直しはされるのかと、なされるのであれば具体的な計画についてお示しをいただきたい。5つ目に、市長の施政方針の中に誰も住んでよい、誰もが住みよい、住んでよかったと思えるまちづくりに取り組んでいくとありますが、そうした市長の施政方針、思いに対して公共交通を担当する部長の、担当部長のご見解を伺いたいと思います。以上、高島市の公共交通の今後の在り方はどうなるのか、住民の移動手段がなくなってきております。
特に運転をしない高齢者は買い物や病院などに不便をきたしており、移動手段の確保は喫緊の課題であります。担当部長としての市民目線に沿った簡潔明瞭な答弁を求めていたつもといたします。どうよろしくお願いします。2番、在日守君の質問に対する当局の答弁を求めます。市長、産業経済部長。古谷連営産業経済部長。それでは在日議員の質問番号1、福井市政における観光振興策を正すのご質問にお答えをいたします。まず1点目の過去5年間の市内への観光入り込み客数についてでございますが、平成24年度が調査中であることから、平成19年度から平成23年度までの5年間の資料でご報告をさせていただきます。推移といたしましては、延べ人数で日帰り客数21年の422万4300人が最も多く、22年23年と減少に転じ、23年は391万1700万人となっております。また宿泊客数は延べ人数で20年の22年、23年と減少に転じ、23年は391万1700人となってございます。また、宿泊客数は延べ人数で20年の42万1100人が最も多く、21年以降減少し、23年は33万1300人となっております。日帰り客数と宿泊客数を合わせた延べ人数は21年の460万5300人が最も多く、22年、23年と減少し、23年は424万3000人となっております。当市の入り込み客数の県下での位置づけにつきましては、最近のデータである23年で申し上げますと、大津市、長浜市に次いで3番目に多く、その後彦根市、近江八幡市と続いております。次に2点目の経済波及効果についてでございますが、関さんは滋賀県観光入り込み統計調査により当市の観光実人数を算出し、それに国の基準による観光消費額単価を乗じて算出したところ、日帰りでは123億5000万円、宿泊では53億2000万円となり、合計176億7000万円程度の直接的な経済効果があったものと推計されます。次に3点目の NHK 大河ドラマ「郷姫たちの戦国」の放映による効果につきましては、高島駅の観光案内所において例年に比べ1割程度、約800人の入り込み増となり、250万円程度の経済効果があったと思われます。4点目の当市の観光における特筆すべきものといたしましては、豊かな自然環境を有し、自然体験型レジャーのニーズは高いものであります。また季節的な状況でございますが、ゴールデンウィークや夏休み、行楽シーズンの入り込みが高い一方、冬の入り込み客が少ない状況でございます。地理的な状況で申し上げますと、京阪神や中京圏から1時間半程度の距離圏にあり、日帰り観光ニーズが高く、経済効果がある宿泊客が少ない現状が課題でございます。5点目の高島地域におきましては、大溝戸地域の水辺景観につきまして、国の重要文化的景観の選定を受ける準備が進められており、大溝戸地域が選定を受けますと、海津、針江と合わせ
全国初の一市三カ所の重要文化的景観の誕生となります。このことからそれぞれの文化的景観を観光資源として活用し、高島地域はもとより市全域の活性化につなげてまいりたいと考えております。最後に6点目につきましては、5点目でお答えをさせていただいたとおり、それぞれの地域特性が市全域の観光資源と有機的につながることで、さらなる誘客につながることから、着地型観光などの取り組みを通じ、地域それぞれの地域地域の観光資源を見出してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。山本弘和土木交通部長。質問番号2の高島市の公共交通デマンドタクシーについてお答えいたします。ご質問の1点目の平成23年度利用人数と収支割合でございますが、予約乗り合いタクシー路線では利用者への周知不足の影響もあり、前年度と比較しますと利用者が 11,387人減少し、それに伴い経常費用についても226,143,000円減少していることから、収支割合としては 19.7% 高くなっている状況でありますが、利用者増加に向けて効果的な利用啓発に努めてまいりたいと考えております。都民バス路線においては通学利用や観光利用で利用者が前年度と比較しますと 36,901 人増加しておりますが、経常費用が 1,344,600円増加し、収支割合が 0.7% 低くなっている状況でございます。ついに2点目でございますが、利用者はもちろんのこと、老人クラブやシルバー人材センターの会合等でお聞きしたご意見や運転手からの聞き取りの中で時刻改正などのご意見を反映させるとともに、現状の課題であります利用者増加と経費節減のへの取り組みについて、地域公共交通会議や運行事業者との調整会議において協議し、交通体系の充実を図っているところでございます。次に3点目でございますが、予約乗り合いタクシーについては経費の節減として、小型車両による需要に応じた予約制で効率的な運行を目的として導入したところでございます。導入前と比較しますと、利用に応じて運行することから市の負担額が23,705,000円減少している状況であり、費用対効果では一定の成果は得られたものと考えます。しかしながら利用状況は減少している現状から、運行形態の見直しや利用の啓発により利用拡大を図ってまいりたいと考えております。次に4点目でございますが、平成25年4月1日からの運行は、1つ目は高島市民病院駐車場の整備に合わせて病院利用者の利便性を図るため、高島地域と阿戸川地域を運行する5路線で病院正面玄関付近に新たにバステール所を設置し運行するのであります。2つ目は乗り合いタクシー路線で利用者の拡大を目的として、一部集落内への乗り入れのためのルート変更や国道や県道など交通量の多い区間を除く全区間でフリー乗降性を拡充させ、予約タクシーにおきましてはフリー乗降性を新規に取り入れるとともに、予約時間を現在の始発時間の1時間前から30分前に短縮し、便数では現在の40便から15便の増便を行い、55便で運行するものであります。3つ目はその他利用の状況に合わせて、一部路線で運行時刻の改正や運行経路の変更、便数の調整を行います。地域公共交通は地域住民の快適な交通手段として便利で利用しやすい持続可能な交通体系が求められており、高齢化率が高い本市においては生活に欠かすことのできない
重要な役割を担っているものと考えております。今後においても現在の運行形態を維持する中で引き続き運行状況や利用実態の検証を行い、効率的なバス体系の構築に努めてまいります。以上でございます。以上。2番、大地守君。それでは再質問とさせていただきます。もう議員の皆さん方はほとんどおさらいをするような質問番号第1番でございますもんで、えらいもうどうぞお念になっていただいて結構でございます。どっから質問していいのかもう本当に困っている状況でございますけれども、その中から何点か質問させていただきます。私はまずはじめ、これらの高島市の観光産業を推進する上において、先ほども申しました経済波及効果を高めるためには、ただ単に高島市のところだけで誘客を図っていくよりも、もっともっと知名度の高い大阪あるいは京都をはじめとする近隣の府県あるいは市、市長も申し上げております、近代の大津市との連携、広域的な連携を構築されて誘客活動を図るべきと思いますが、担当部長の考えはいかがでございましょうか。議長、産業経済部長。副大臣、産業経済部長。お答えをいたします。本質的にはそうした大きなエリアで、観光を捉えるのがいいかなというふうに思いますが、昨今の新聞によりますと、東近江 の広域圏構想の中で2、3脱退をされたというような市町もございますので、と一方で私どもも若狭方面とか若狭方面等々で従来から大きなお話し合いをしておりますが、まだ観光圏構想に至っていないということを以前にも申し上げました。 そんな中で、現状は観光協会を中心に近隣の第三種でできる仕事の範囲で今ただいま観光の振興に取り組んでいるところでございます。以上。大臣君。今言われたのは どうも何ていうのかな、そのいわゆる観光地同士で結びついたってなかなか誘客というものは進まないんですね。だから先ほど言いました、いわゆる知名度の高い大阪、大阪とね、一気にね、工事連行を結ぼうというかって無難な話ですから、まず大津と組む、そして片やこちらは若狭あるいは敦賀というのがあるわけですよね。ということは大津あるいは京都からお客を運んできてここで一泊し、次で一泊する、要は広域で、観光圏整備、計画というのはそういうことなんですよね。2泊3日以上の方々の滞在のためにいろんな特典を国が出そうと、そして認定を受けて、現在高島、先ほども言われたように琵琶湖大見寺観光圏というのがあります。これは、彦根市を中心として周辺の各市町村が一緒になって作り上げた、いわゆる最初の、広域圏構想の中の最初のメンバーの地域の一つとして挙げられているわけです。現在30数箇所が国で認定されています。私はこうした市を超えての取り組みがですね、今後の高島市の観光産業を推進していくにおいて必要であるとともに、相互間の情報の共有、いち早く情報の収集を図っていくことが何よりも今後求められると思いますよ。どうか担当部長の簡単な答弁で結構です。議長、産業経済部長。古大臣、産業経済部長。おっしゃっておりますように、広域的な大きな目線で観光の行政を考えてまいりたいと、このように思います。先ほど言いましたように、大臣君。大臣君。はい。できるだけ一刻も早くね、工事、観光圏整備、法の内容をもっともっと一刻も早くもっと勉強していただいて、そして取り入れていただくように努力していただくのがいいんじゃないかなと、そういう意味で、以前ちょっと話が変わりますけども、以前当市の職員がですね、琵琶湖ビジターズビューローというところに派遣されておられたと聞いておりますが、この数年、
誰も言ってないような状況でございますね。どこよりも早く情報を収集する、先ほども言いました、あるいは広域的な観光を推進するにおいては、再度、その有能な職員をビジターズビューローに派遣するお考えはあるのかないのか、その辺のところを伺いたいと思います。以上、産業経済部長。古谷産業経済部長。この件につきましては、人事のからも話でございますので、私からお答え、できませんけれども、今の状況ですと、職員を一人ビューローに派遣するというのは、私の思いとしては無理かなというふうに考えております。一応大臣君、無理と言われた、いや OK なの、無理、え、何、議長、副大臣部長、無理と申しました。議長、大臣君、先生、思いだけでもいいんですよ。あと人事政策は総務部長なり人事、職員課長がしていくんですからね。その産業部長としてね、このいわゆる広域連合をやっていこうとか、そういうことの時には積極的に自分から無理という点と、自分から積極的に動かなきゃダメだよね。それを人事課、あるいは総務部長に対してね、アタックして、自分とこの職場を大きく盛り上げていく大きなチャンスですよ。そんな後ろ向きになったら飽きませんぞ。どうぞ。議長、産業経済部長。副大臣、産業経済部長。ご意見として聞かせていただいておきます。議長、大臣君、せっかく新市長が 県庁から見えたんですよ。喜んで行かなくちゃ。特に最近の経済状況は、皆さんもご承知の通り、安倍政権の経済政策によって、なんていうんですか、アベノミクス、ね、の効果によって、円安による海外からの訪日旅行が本当に急増しているわけです。特に韓国、東アジアからの、いわゆるインバウンド客、いわゆる訪日旅行客ですね、が非常に急増しているということは報じられております。そこで、いわゆる皆さんもご存知の通り、ビジットジャパンというのはご存知ですね。観光庁が中心になって、各界を全部巻き込んだビジットジャパンキャンペーンというのがあります。これは平成20年にできたんでしょうかね、平成20年に策定された部分でございます。将来の目標数値が3000万を訪日旅行客を迎え入れようとの中間として2020年には2500万に達しようと。現在、2011年の実績では、東日本大震災で落ち込んで622万人の海外からの日本に入ってきている訪日旅行客があるわけでございます。そしてこれはいわゆる先ほども言いました観光庁だけじゃなくて、オールジャパンとしてもう経済界も全部一緒になってやろうということで、このキャンペーンをやってるわけです。で、滋賀県にも今観光客というのが、その訪日旅行客が増加の一途にあります。あります。だからそういう意味で、各自治体、関西だけではございませんよ。各自治体ともその小さな自治体については受け入れを一生懸命やっていこうと。ね、看板一つでも韓国、ハングル文字、あるいはそういう中国文字やとか、そういうものを看板の中に入れながら受け入れ体制を強化しようと。しかし前回も私何回も申し上げているんですけども、いまだ高島市においてはそういう文字の看板は一個も見当たりません。国内旅行あるいは着地型旅行、この二通りしか言わないのが現在の産業部の姿勢でございます。だからもうちょっと外に目向かってね、着地型っていうのは着地型じゃないんですよ。着地型っていうのは向こうがあって、一泊目を大津なり京都のホテルに泊まって二泊目に体験旅行をする、これが着地型の一番のポイントなんです。ということで、訪日旅行を受け入れる体制作りに努力しようとする考え方があるかないか、担当部長のご答弁を求めます。産業経済部長。副大臣、産業経済部長。お答えいたします。500人程度しかまだここにお見えになってませんので、そうした方向に向けても精一杯頑張ってまいりたいと思います。議長。
大地君。前回も尋ねたことがあるんですけれども、海外からの滋賀県に、特に高島市に、ね、訪日として見えている人数は何名ですか。以上、産業経済部長。大地産業経済部長。私の記憶で出しますと500人というふうに記憶しています。例 の, 統計資料によりますと500人というふうに記憶しています。大地君、その500人というのは日帰りですか、泊まりですか。大谷産業計画上宿泊と記憶しております。大地君、もうちょっときちんと調べなきゃいけませんやろな。まあそれは買っておきましょう。じゃあお尋ねします。NHK の大河ドラマが現在毎年ね、タイトルが変わってあるわけでございますが、26年度の大河ドラマ何に決定されたか部長はご存知でしょうか。部長、産業経済部長。大臣産業経済部長。お恥ずかしい話ですが、承知をしておりません。以上。大臣君。軍師官兵ですわ。黒田官兵でございます。26年の1月から放映されます。この黒田官兵というのは、九州の男ではありませんよ。姫路の男でもありません。先祖は滋賀県の木之本町です。黒田という、今、あざ名で残っています。黒田村の生まれたところ、そこからの出発です。黒田というのは。その黒田官兵というものは、皆さんもご承知の通り、ね、これは、なんていうんですか、豊臣秀吉を男にした男でございます。軍師ですね。男にした、大将にしたものが黒田官兵でございます。で、瀬戸内市と姫路市と、それから大分県の中津市、福岡市と、それから滋賀県の木之本、今は長浜になりますね。長浜市と連携を組んで、第1回のサミットをもうすでに開いてるんです。今年で4回目になるわけです。今年は、瀬戸内市で開くという形になります。どうぞ、まあ、もう本もぼちぼちと出かけるだろうと思いますので、どうぞ本を読んでいただいて、なるほど、黒田官兵はすごいなということをご認識いただければありがたいと思います。それでもってですね、私は、NHK 大河ドラマ、大河ドラマと申し上げたのは、隣接の長浜市に、いわゆるまた、滋賀県、あるいはビューローと手を組んでですね、まあ、すごい宣伝力でもって誘客していこうというのが長浜市の思いでございますので、高島市もちょうど隣でございますのでね、せっかくそこまで来ているお客を高島市にもおこぼれという気持ちではないでしょうけども、いただくようにぜひとも打ち出していかれればいかがかというふうにお尋ねしたいです。議長、産業経済部長。副大臣、産業経済部長。ただいま議員おっしゃっていただきましたように、一人でも二人でも当初に訪れていただくことが本意でございますので、一生懸命そうした情報を仕入れまして、先ほどお恥ずかしい話ですが仕入れさせていただいて努めてまいりたいと、このように考えております。以上。大臣君。まあ観光のことについてはもう一点だけ、まあ提案でございます。いわゆる観光産業というのは種種の業種機関から成り立っているわけですね。これの連携、ね、連携があまりにも取れてないんですよね。高島市においてはもっともっと連携が取れるようにして、なんていうんですか、より良い観光の状態を作り上げたり、観光のより良い観光地の効果を追求するのはやっぱり関連会社、関連企業、あるいは関連するところと手を結んで立ち上げていく、そういう組織がね、そういう組織が観光協会だけに任すんじゃなくて、そういう組織を商工会も巻き込む、何もかもみんな巻き込んで一緒になってやっていくという組織づくりを作ることが今後求められていこうとするんじゃないかと思うんだけどね。バラバラでやってるんじゃなくて、地場さんは地場さんじゃなくて、もう少しみんなで膝を交えて年に2回でも3回でもそういう会合を作り上げていくのがいいんじゃないかと思います。
その中でお尋ねしますが、スキー場、4つのスキー場が、スキー場協議会を立ち上げておりますよね。この成果はどうでしたか。今日、産業経済部長。副大臣産業経済部長。どれだけスキー場に何人訪れたというような数値はつかんでございませんけれども、いろいろな活動、4スキー場協議会を通じて、行っていただいているということは承知をしております。その効果と言われますと、ここでお答えする資料を持ち合わせておりません。大臣君、もうスキーシーズンはもう終わりですよ。もう3月の中旬もう済んでるんですよ。それを知らないようでは大変ですよね。一応もうちょっと勉強をしていただきたいですな。産業部長でございますから。私の質問、観光に対する質問は、今後も提案をどんどんさせていただきたいと思います。組織づくりもよろしくお願いします。次に、2点目の項目に入ります。デマンドタクシーを正すということで、申し上げたいと存じます。まずはじめに、利用者増加に向けて効果的な利用啓発に努めると、答弁をいただいております。具体的にどのようになさるつもりなのか、市民の皆さんに分かるようにご答弁をいただきたいと思います。山本弘和道路交通部長。もう回答答弁でも書かせていただきましたが、市内の老人クラブでありますとか、あるいはシルバー人材センターでの会合等でいろんなご意見もいただいております。そういったものをもう参考にしながら、効果的な利用啓発に努めてまいりたいというものでございます。大臣君。いや、実績を見ればそういうことをやってないことが全然増えてないじゃないですか。逆に減ってんだから、具体的に今後どういうふうにしていこうとされるのかをお尋ねしてるんです。山本道交通部長。とした分析はいたしておりませんが、高齢者の方が大変多いような団体に対しまして、その説明の仕方が非常に難しいといいますか、もっと分かりやすく説明をすることが一番肝要だろうというふうに今後は努めていきたいと思っております。大臣君。そこでね、もうちょっと突っ込んで聞きたいんですけども、高島市にも地域公共交通会議というのがございますね。この交通会議の中のでは、以前も聞いたことありますけれども、これは市民が参加したり、あるいは意見が反映されるされている、される仕組みになっているのかどうかということと、構成メンバーのメンバーと年間何回ぐらい開催されているのか、その辺のところを お尋ねしたいと思いますね。山本道路交通上、公共交通会議のメンバーでございますが、各事業者の代表の方々ももちろん来ていただいてますし、それから、滋賀県の交通政策課の職員さんにも来ていただいてますし、それから陸軍局の方からも、国の陸軍からも来ていただいてます。また合わせまして、今議員お尋ねの、各地域のまちづくり委員会の方にもご同席をいただいて議論をし、その中で賜った意見について反映できるものには反映していくというようなことで議論を進めております。そして、開設でございますけれども、これは非常に少なくて申し訳ないんですが、最低限1回は必ずやりますし、必要においてまたやっていくというような状況で議論を進めております。以上。大臣君。その辺のところは、こっちを置きましてね、私は今回尋ねたいことはですね、デマンドタクシーですよ。高島市におけるデマンドタクシーの運行は本当に地域公共交通会議の中で本当に上がってるんだろうかと。もっともっとこういうのは地域代表も入ってる中でございますけどね、高島市のこのデマンドタクシーのこのパンフレット、これ皆さんご存知ですね。これ議員の皆さんもご存知です。これは各議員に全部配布されています。
これ本当に分かりづらい。これ予約乗り合いタクシーの利用方法だからね。デマンドには2種類あるんですよ、高島市の。これだけがまるで運行しているような状態です。ね、ここで私は尋ねたいと思います。まずね、この高島市のデマンドタクシーには2種類あるということは何回も言っています。予約乗り合いタクシーと、それから普通の乗り合いタクシー、いわゆる借り上げタクシーですね。この2種類があるわけですね。もう一度言いますと、牧野高島が定路線を走る借り上げタクシーでの対応、ね、今津新野菜アドバーについてはより具体的に言えば、簡単に言えば空車のタクシーを利用するというのが高島市のやり方で、これ間違いございませんか。山本道路交通部長、乗り合いタクシーにおきましては、まあ、先ほどもありますように定時の乗り合いタクシーと予約の乗り合いタクシーという大きな2つに分かれるかと思います。ということですね。以上。大臣君、ね、そこでですよ、そこでこれね、本当にね、これそれぞれの地区のタクシーを、まあ空車を使ったり、空車タクシーを使ったり、あるいは借り上げてやってるわけなんですけども、これ議員の方に説明がなかったんですよ。いくらですか、金額、経費、高島市が出さんな、1台あたりに対して。1時間でよろしいよ。山本道路交通部長、平成24年度の、予算ベースでございますけれど、定時の乗り合いタクシーにつきましては、市の補助金としまして1760万円余りでございますし、予約乗り合いタクシーにつきましては170万くらいという数字でございます。それはこれですよね。大臣君、大臣君、はい、それはこれをいただきましたから分かってるんですけどね、議員さん、我々市民の方は分からんのは、借り上げタクシーって一体いくらで借りてるんだろうなと、あるいは空車タクシーというのはどういう利用の仕方してるんだろうな、ここが市民の分からないところだ。利用ができるのかできないのか、ね、だからこのデマンドタクシーの中で大きくダウンしているところがあるんです。それは商用大線と今津の商用大線、アイアイタウンを走っている線です。大幅なダウンでございます。で、この原因というものは何とお思いでしょうか。担当部長、よろしくお願いします。山本道路交通部長、細かないわゆる分析は現在まだできておりませんが、議員おっしゃいますように、確かにその2つの乗り合いタクシーについての、利用される方について、もっと分かりやすくする方法でないといけないだろうと、つまり、周知の方法がまずかったんであろうということが一つの原因かなというふうには考えております。以上。大臣君、ほんまに下回ったぐらいのもんとちゃうんですな。ね、数字的に皆さんも書類持っていらっしゃるか分かりませんし、市民の方は分かりません。 II タウン線、特に II タウン線が8440人のコミュニティバス、じゃあなんか高校バスが走ってた、そうですね、コミュニティバスで走ってたんです。22年度、23年度にそのデマンドタクシーに変えて、なんと 85% の利用人を減らしています。1270人、特に商用大臣も同じ同僚の議員の中の方もいらっしゃいます。商用大臣ね、1870人を運んでたバスがあったんですよ。それがものすごいいいという、本来は飲みなあかんデマンドタクシーでいいや、それが大幅に減らしてます。130人しか実績がない。これは一体ほんまに簡単にはもうどう説明されますかね。デマンドを入れることによって利便性を測っていくんやということで入れたのが、バスを走らせてそれよりも下回ってしまって、下回るならいいんやけど、もう
ないのと一緒ぐらいの人数になってますね。どうなんでしょう、部長。山本土木交通部長。利便性だけを追求したのではなくて、やはり効率的なことも合わせて、このデマンドの乗り合いタクシーの導入を図ったものでございますが、議員おっしゃいますように、利用者数からいきますと、減減をしております。この辺につきましては、先ほど申し上げましたが、周知の仕方を再度検証して、乗り合いコミュニティのバス路線のように、お客さんの、同数ぐらいのことをやっぱり目標としてやっていかなくならないということについては、すぐに考えております。南次君。先ほどの一番最初の答弁の中で、デマンドを入れて、ね、経費は、高島市の持ち出す経費は少なくなったというような説明がありましたんですよね。これはね、違うんですよ。動いてないんだもん。特に商用台、IIタウンというのは、1万1000人運んでたのが、わずか1500、600人しか運んでない。こんなのは経費、すごてないんか、違うんですね。その点、これは同じように、阿戸川深夜祭、それから今津の線ですね、同じように減ってます。なんと変わらないのが、牧野地区と高島地区に走っているデマンドは、大幅なダウンはないんです。そういえば、定時定路線で走った方がええんかな、ということにもなるんですけどね。デマンドというのは本来は、ドア数ドア、その地域の中に入ってやっていくのが一番最高の、デマンド交通なんですけども、高島市においてみたら、定時定路線、バス路線のそのままをタクシーに変えて走ってる方が、経費も安上がって、来場者も減らないと。で、これを宣伝をかければ、広報をかければ、もっと量が増える。もっと分かりやすく書いたらいいんです。簡単なことなんですよ。難しく書いてあるんですよ、これ。どこに乗り合いタクシー、どこの人がこれ乗れる、この乗り合いタクシー乗れる。例えば、高島、あるいは牧野の人はこの金額で乗れますよと。一人でも乗れるんですよ。予約もせんでも乗れるんですよと。牧野の人は喜びますよ。かたや、こっちの方はもう大変なんです。予約の電話はせなきゃいけないわ。何時の便に乗らなきゃいけないわ。しかも今度、1時間の前から30分に変わる。事業者に聞けば、断りの電話を入れなければいけない状態が起きてくる可能性は十分にある。大見タクシーは12台。それから第一コースが16台しか持っていません。これは、所有台数ですよ。朝から夜まで走っているんです、タクシーっていうのは。朝は3台とか4台しかおりません。そういう中で一番利用頻度の高いのが8時半です。ほとんどは病院です。それ次に買い物です。こういうデータもきちんと取ってもらわないと、今の現状のデマンドではほとんど取れないのが現状かと思いますが、担当部長どうぞ。山本土木交通部長。私が議員をしますように、そういった数字の検証が少し足らないということがもちろんでございますし、今後においては今議員申されましたように含まして、より交通のために検証も深めながら、利用者の多くなるように一つも多くなるように今後考えてまいりたいというふうに思っております。以上です。南次君。最後にいたしますが、いわゆる、ね、高齢化社会を迎えて、そして医療困難な人の支援はますます重要な課題となります。地域住民の声をと吸い上げていただいてですね、市の交通政策に反映する必要があるんじゃないだろうかと、こういうふうに思います。私はもう一度申し上げますけれども、商用大線と IIタウンは近在に都市部を持っているんです。で、商店街もあるんです。そこを実証運行するようなドアツードアの運行に一遍切り替えてみたらどうや。その区間だけでいいんですよ。大きく利用者が伸びるんじゃないかと思いまして、私の答弁終わります。質問終わります。どうもありがとうございました。答弁じゃないからな。
以上で2番、団地守君の質問を終わります。